日本神奈川県藤沢市全港団地マーケット付近全港団地は神奈川県藤沢市にある団地都市再生機構によって供給管理されている同地の町名でもあり住居表示実施済み区域郵便番号は251-08771962年から1966年にかけて当時の日本住宅公団によって建設された 1965年11月16日に藤沢当地郵便局が置かれた。2005年9月5日に藤沢義幸団地内郵便局と改称されている。隣接する敷地には、1988年に全校第2団地が、1990年に全校第3団地が、1991年に全校第4団地がそれぞれ建設されている。 UR における管理上では、全校、第2、第3、第4はそれぞれ独立した別の団地として扱われているが、1987年11月8日に実施された住居表示は同じ全校団地で、住棟番号も同外区であれば連番となっている。外区は第2、第4団地まで含めて7つに区分けされているが、うち第6外区は、 全域が藤沢市立全校小学校の敷地であるため、重棟は存在しない。団地内を東西に通るバス通りにより、1.47外区を含む南地区と2.35外区を含む北地区とに大きく分かれる。南地区の小学生は大越小学校、北地区の小学生は全校小学校に通う。全校小学校とバス通りを挟んで、 目の前にあるが長い区の小学生も遠い、大越小学校に通うことになる。これは、バス通りを渡るのが危険であるという判断からとのこと。以前、三外区には大きな谷間がある芝生の空き地があった。谷間の隅には排水トンネルのようなものが存在し、森へと続いていた。これは、前校団地造成前の面影が残るものだったが、現在では埋め立てられて、 全校第3団地が建っている。なお、3階区のマーケットがある商店周辺には藤沢義幸団地内郵便局が存在している。かつては有人出張所である横浜銀行全校出張所が置かれていたが、2011年現在は無人出張所である同校全校団地出張所に置き換えられている。2外区当端より数十メートルの距離に 第二聖火幼稚園が存在したが、閉園となっている。最寄り駅である、全港駅から団地へは、直線距離は、さほど遠くないが、中間に他人が存在するため、徒歩で往復すると行き、帰りどちらも、勾配のきつい坂を登らなければならない。そのため、全港駅からは、神奈川中央交通の路線バスが短距離ながら、比較的頻繁に発着している。 2018年2月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。